第314回、はい、2月26日午前の受験になりますね。行きたいと思います。朝早く起きて早稲田の人科の英語を解いてから受験しましたからね。はい、それでは2023年度どういう風にねやっていくのかっていうのじゃあ行きましょう。新年度一発目に皆さんにお見せするトイックの結果はこうです。どうぞ、参りましょう。もう、てつチャンネルです。それで、やってまいりました。トイックの結果でございます。第314回。はい。2月26日午前の受験になりますね。はい。さあ、今年度もやっていきましょう。初っ端から、いきますよ。2月、3月とね、めちゃくちゃ忙しい時期。はい。この入試シーズンでしたから、いやー、大変だった。春季講習もですね、終わりまして。まだ、そうか。ただ、土曜講座っていうのがあるので、4月1日も朝から起きて授業に行ってはいるんですけども、働いた!いやー、働きました。めちゃくちゃ働きましたね。いやもう、まあまあまあ、その分、本当に、まあ良かったかなと思いますね。まあ予備校講師時代のね、年収が月収になりましたよ。2月3月は。はい。という感じで、頑張った。この時期、その超忙しい中、受けてきました。はい、大変でした。はい、2月26日は、まあ毎回縛り受験してね、受けてますんで、そう、ダーツ行ってきた次の日で、もう手がめちゃめちゃ痛い状況でね、はい、受けたんですよ。で、まだね、まあだいぶ良くなったんですけど、ここのね、麻痺、ちょっとだけしてますね。そう、麻痺してる状況で受けてきましたからね、親指。まあ良かった、だいぶ良くなった。はい。そして、朝早く起きて、早稲田の人科の英語を解いてから受験しましたからね。めっちゃ疲れてた。そして朝早く起きたから眠かったんですけど。はい。そんな縛り受験、どうだったのか、行きたいと思います。まあ、難易度はそこまで難しくは感じなかったって言ってましたけど、どうなんでしょうね。難しいと感じない時ほど取れないからね。よっ。いつもの宣伝。ああ、そしてね、ETS といえば、ね、このトイックを作ってる ETS ですけども、トフルもね、変わるっていうのがね、いよいよ、この動画出したらね、公式も発表しましたから、4月11日にね、トフルが変わるっていう発表がなされますので、はい、トフル IBT 新、どんな感じになるんでしょうかね。トイックもね、10年おきに変わってってますから、2016年に変わったから、2026年、もうあと3年しかないのか。その可能性もあるって感じですね。その10年ごとに変わってきてるんで、トイックってね。じゃあ行きましょう。新年度一発目に皆さんにお見せするトイックの結果はこうです。やったじゃない、満点です。はい、ということで2月のトイック、皆様に新年度一発目でお届けできたトイックは満点ということになりました。はい、破り捨てなくて済んだぜ。いやー、無事取れましたよ。あ、まあ、ここでね言っとかなきゃいけないので、武田塾イングリッシュではね、トイックのルートを改定いたします。ぜひとも皆様のお知らせお待ちしております。さらにベーシスの方は目標点突破したら返金キャンペーンっていうのもやっておりますので、そちらも振るってみてください。振るってご覧ください。では正答率いきましょう。はい、まずリスニングはこちらが正答率になりました。おお、なるほど。194、198、100ということで、あー、やっぱ間違えてるね。長めですね、両方とも。パート3、4でなんか分かんなかったって言ってたよね、確かね。ただまあ2箇所だけか。まあ変化球問題だったりとか全部取れてますんで、はい、じゃあ続いてリーディング。あー、そっか、穴あるな。100、197、100、100か。あー、複数の照らし合わせが1個減ってますね。なるほど。まあそうです。トイックっていうのは全問正解しなくても満点取ることできますからね。ということでした。はい。引き続き、縛りは募集いたしますので、縛り受験ですね。はい、ちょっとサムネを撮りましたけど、はい。縛り受験は、引き続き募集中ですので、ぜひこういう、条件のもとトイック受験してくださいっていうのがありましたら、はい、ぜひぜひどしどし応募いただければと思います。はい、そしていよいよですね、今年の目標というか今年度ですね、どうやってやっていくのかっていうのをちょこっと話したいと思いますね。はい、はい、それでは2023年度どういう風にねやっていくのかっていうのをちょっと話したいかなと思います。まあ、ついに講師よりも経営者の方が圧倒的に比率としては多くなって
来たんですけども、ただまあ引き続き英語を教えるっていうことはすごく好きですし、まあ楽しいのでいろいろとやっていくつもりではあります。学校にね行ってやっぱりいろんなその学校の現場っていうものを知ることができるっていうのはありがたいことだと思いますし、だから今年も新しいところもう行きます。だからゴールデンウィークだったりとか夏の依頼とかもいっぱい来てるので、その学校での講習は行うと思いますね。だから新しく行くところもあります。で、社会人に向けての講習だったりっていうのはあったりします。ちょっとあんまりオープンではないので CM が出せるのかよくわかんないですが、そういったものになります。で、本がまあいろいろとトイックだったりとか、その他の共通テストのものの本の改訂が出たりとか、 IELTS の本がね新しく発売されたりとか、そういった形で動いています。なんでまあ新しいことは始めていく、まあ引き続き教えることはやるけど、まあ新しいことをいろいろ挑戦してはいきますよという感じですね。まあ、そんな中やっぱり一番大きいものといったら本当に移住に関して動いていくっていうことですね。はい、いよいよアメリカ移住へ向けて動いていきます。まあ、塾経営者として、まあ、4校舎経営してて、それだけではなくて、まあ、また別の大きなプロジェクトが進んでいくので、まあ、それがあればちゃんともう生活はできるかなという感じだと思います。まあ、皆さんなんか YouTube が、まあ、YouTube に僕はね時間かなり割いているので、そこ で、まあ、金儲けとかねいろいろ言ってますけど、まあ、あんまりお金のためにもう YouTube はやってないので、もちろん赤字になってしまったら、ね、会社の社長ですから、そしたらおいおいどうなのってなっちゃうので、赤字にすることはできないですけどね。で、ゆうてらの方では、まあ、引き続き住居は、まあ、しばらく休んでましたけど、まあ、あまりに忙しかったんで、やっと自分の撮影もそろそろ始めようかなと思います。はい、まあ、ゆうてら自体はね今佐藤清先生の世界史の総集編を流してたくさん流したことによって、いや、まあ、すごかったんですよ。3月の国公立大学の受験の発表の日に、本当に何百人とチャンネル解除があったんで、本当に日本人はチャンネル解除するっていう風習があるので、もうこれでおさらばだみたいになったんですが、そこからね、60代以上の人が一番のメインになってますからね、今ね。たくさんの人に見ていただきまして、本当ありがとうございます。大人向けのチャンネルになりました。いや、これはありがたいです。僕のやっぱメインチャンネル、サブチャンネルが子供がメインなんで、これは新しい層にリーチできてすごく嬉しいですね。ただやっぱそう、お金を持っているのでクラウドファンディングとかしていただけるかなと思ったんですけど、よくよく考えたらなかなか上の層にクラウドファンディングとかやり方が多分わかんないと思いますよね、という新たな問題を抱えています今。いや、結構ね、編集赤字だったんで、編集費僕が自腹で払ってたんですけど、総集編で賄いましたんでよかったですはい、なんでユーテラの事業も続けられると思って、ああよかったって今なってますけど、あんまりお金の心配はもうないので、移住に向けての方に動くと思います。まあ投資ビザで行くことになるか、まあ最近なんかインフルエンサービザねもあるから、そっちやればいいんじゃないのとか言われることもあるんですけど、まあそれはちょっと分かんないですね。まあ投資ってことは向こうに何かしらお店を開いたりだとかして、そこで地元の人をね雇ってやるっていう感じで、まあどういうのを開くかとかまだ全然決めてないんですけど、まあ一応相談に乗ってもらったりとかっていうのを始める予定になってます。まあ具体的にいつから準備を本格的に開始するとかっていうのはまだ決まっていないんですが、一応そちら動き出すことになってます今。まあお願いはしてあるんで、繋いでもらって、まあその現地の方とですね、そういう話を進めていこうと思ってますね。まあだからもしかしたら、まあ今年一回行ってアメリカ、そこで話してこようかなと思ってます、といった形で進んでおります。皆様本当にありがとうございます。普段から応援していただきまして本当に助かっております。今年は移住の準備始めていきますので、ぜひとも、まああとはねこれに調整してほしいなどあったら、ぜひともコメント欄でお聞かせください。まあ数学検定はね、ぜひ時間日程合えば受けていこうと思ってますから。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 皆さんの目標は何ですか、ぜひコメント欄でお聞かせください。